ジーンです。今回はパキパキスクイーズを紹介していきます。こちらはおなじみのイオンのモーリーファンタジーにある UFO キャッチャーでゲットした戦利品になります。ラインナップですが、板チョコレートが2枚、キットカット風のチョコレートが2枚、クッキーが2枚の全部で6種類です。今回も動画に魔法をかけているアニメーション担当のメンバーが撮ってきてくれました。小型の UFO キャッチャーの中に入っていたみたいです。このスクイーズすごく軽くて、表面の素材なんですが、例えるならお風呂の中のマット、浴室マットやキッズ用のジョイントマット、つなげていくあのジョイントマットに素材がすごく似ています。ふかふかな素材です。その中にパキパキするものが入ってます。ちょっと数回パキパキしただけなんですけど、結構ひびが入ってきちゃって、もうね、破れそうになっちゃった。ちょっと破れそうになっちゃってますね。これまず、ホワイトチョコレート、こちらがホワイトです。ホワイトチョコレートとミルクチョコレート、抹茶かな、抹茶のチョコレート、こちらがさっきのミルクチョコレートよりも色が濃いので、ビターなビターチョコレート、と最後にクッキー2枚、こちらがチョコレートのクッキーとストロベリーのクッキーになっています。触り心地は、全部一緒なんですけど、音もちょっとここだと見にくいと思うので、手元のアングルに変えて、音を聞いてもらって終わろうかなと思っています。他のスクイーズは全然大丈夫なんですけど、この板チョコレートだけは結構切れ目が入ってる分、劣化が早いかなという感じです。特にこのホワイトがもうビシビシ、ちょっとヒビヒビビシビシになってます。丸いタイプは全然生きてます、大丈夫みたい。これだけが残念ですね。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。Oh, oh, 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 oh,